皆さん、今日は土曜日。鹿屋はね、天気予報は雨です。今日は鹿屋は雨。そしたら私、お仕事はお休み。子供たちも学校はお休み。今日は家の中でゆっくり仕事お休み。今日は本当休みです。そしたらね、私は何しようかなって。今日は子供たちはママ焼肉食べるかなって。私いいよって人したらね、今日は私焼肉の家の中に食べるかなって作って。そしたらね、私、焼肉のタレ作って、ラオスの愛作って皆さんに見せたいです。簡単ですね。私いつも一人で作ってで食べるけど、子供たちはね、辛いで食べれないで、私だけ作って皆さんに見せたいです。今日は美味しいだよ。皆さん作ってみて。これ私落花生でな、あ、炒めて皮剥いて、こんな落花生ですね。ピーナス、落花生、それミキサーにね、皆さん、あ、私今からね、見せたらね、そうか、玉ねぎ、ニンニク、ミキサーに回して、鍋にするかなって。今日はお焼肉、ギブタレ、タレ、ラオスの焼肉タレ作って、皆さんに見せたいです。今からミキサーにチャーってする。ですね、落花玉ねぎ、そうか、ニンニク、ミキサーに刺したですね。そしたら油にちょっと温めですね。温めたら、落花生、これ落花生のミキサー刺して今度入れます。鍋に入れます。こんな感じです。辛いのトンボロシも入れます。辛いトンボロシ、これ赤い汁ですね。これ私は日本の買った、おいしょ。ちょっとね、固まったら水入れる。少し水入れます。よいしょ。砂糖、アニモド、塩を入れます。これは刺身醤油を入れます。
こんばんは。お疲れ様です。焼肉食べて終わりました。5人で、私の家族で5人、おじいちゃんも食べて、ちょっと小さいですね。少し柔らかいの、豚の衣は柔らかいの好きです。今日は雨で、ゆっくりです。また私のタレの自分で久しぶり。まあ、いつも作って終えとったけど、まあ作って、焼肉タレの作って食べてるから、美味しかった今日は。はい、お兄ちゃん言って。何よ。今日は学校休みで、学童も休みでしたので、みんなで焼肉を食べました。美味しかったです。はい、エリちゃん。今日はお母さんたちが朝早く、仕事行ったので、私たちはその時には留守番してから、夜にはバーベキューして美味しかったです。またやってみたいです。おー、よかったね。はい、皆さん、いつも先見の見てくれてありがとうございます。また先見のよ、見てね。今日は本当お休み、100円も休みです。はい、エリちゃん最後まで言ってくれて。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、みんな3人、バイバーイ。バイバーイ、ありがとうございます。